人工衛星より見たメッシーナ海峡メッシーナ海峡はシチリア島とイタリア本土の間にある海峡である。海峡の西はティレニア海、東はイオニア海である。一番狭い箇所は約3キロメートルで、位置は北緯38度00から38度20まで、統計15度30から15度40まで。ペロレタニ3から望むメッシーナ海峡カラブリアの ビラサン・ジョバンニとシチリア側のメッシーナ間には鉄道連絡船と水中翼船が頻繁に行き交っているが人のみの輸送は行っていない。また本土と島を結ぶメッシーナ海峡を大橋が完成すると廃止される可能性がある。レッジョディカラブレアとメッシーナ間は個人輸送用の水中翼船の航路があるがこちらも廃止される可能性がある。2011年に メッシーナ海峡をまたいで、シチリア島をつなぐ、吊り橋のメッシーナ海峡大橋の建造が予定されていたが、予算などの問題で2006年に建設中止となった。政権交代により2009年に計画は復活されたが、2013年に再び中止となっている。メッシーナのトルレファロ村から見たメッシーナ海峡の際、強部、ありがとうございます。